割と6月の、えー、と5日にオープンキャンパスがありました。えー、オープンキャンパスというのは、どこの大学さんにとっても、まあ、非常に重要な、大学としては重要視しているイベントだと思うんですよね。まあ、オープンキャンパスにたくさんの受験生に来ていただいて、その大学の良さを直接、まあ、アピールするというんですかね、場として非常に重要な行事だと思うんですよ。でまああの この雑談動画をご覧になっている受験生はいないと思うんですけどもいらっしゃらないと思うんですけれどもでもまあ,あのもし1人でもいらっしゃったらですねあの大学のキャンパスはですね受験するよりも前に一度、えー、見に行かれることをおすすめしますね強くおすすめしますねやっぱそのキャンパスを見てみて自分がそこで学生生活を送ることが想像できるかイメージできるか否かったら非常に重要だと思うんですよね なんかねあのすごい抽象的な言い方だけど。 空気が合う合わないっていうのはあると思うのでそこに行ってみてで最近のオープンキャンパスっていうのはそこの在学生が学生スタッフとなって、まあ、の受験生をなんていうのかなあのもてなすというか受験生に対していろんなアドバイスをしたりとか質問に答えるとかいうこともやっていますのでやってることが多いと思いますので、ね、そういう在学生の学生スタッフの話を聞くことによってパンフレットやホームページには書いてないような情報が引き出せたりすることもあると思うんですね。 なので、まああの、ぜひとも機会があれば、えー、興味のある大学を見に行くことを強くお勧めしますと。でまあ 大学側がそのオープンキャンパスをやるときには、まあ、最近は例えばその入試科のような部署がいろんな説明会をやったり、する例えばその入試問題のまあ傾向と対策であったりとか、受験方式であったりとかね、そういったものを説明する以外に、学部学科の教員がまあ体験授業をやったり、模擬授業をやったりとか、あるいはその学部学科の教員が受験生の相談、質問に直接答えるみたいな場があったりするわけですよね。で そうなってくると、オープンキャンパスというイベントに、学部学科の教員が少なくとも一人二人は関わらないといけないわけですよ。で、これを学部学科で、こう、なんていうのかな、まあ、ローテーションというか割り振りのようにしてもらって、6月5日は誰、えー、8月何日は誰、8月何日は誰というふうに決めておくと普通なんですよね。で、まあ、僕の場合はですね、あのー、すごいこう、学科の皆さんが非常に気を使っていただいて、 お前は普段忙しいだろうとだから、あのーああ、君はあのー、オープンキャンパスでそういう授業とか個別相談とかやらなくていいよみたいな感じのことを思ってくださったのか割り振りがなかったんですよ。僕は今年度。去年もなかったかもしれないけどなかったんですよ。で、ってことは基本的にそのオープンキャンパスってまあ日曜日あるいはまあ夏休み中だったら土日というふうに開催されるんですけども、まあ、そこに行く義務はないんですよね。 で、そういうところに行く先生には、普通ここにお名前みたいなの貼るのがあって、まあ、ラベルみたいなもの入手会議をして、なんとか学部、まあ、例えばなんとか学部、なんとか学科、教授、誰々みたいな感じで、その質問とかに答えてく,だれ,くれたのが誰なのかとか、あるいはその模擬授業やった人が誰なのかということが、まあ、後でこの胸のラベルとかを見れば分かるようになっているんですよ。だからそういう名札みたいなものがオープンキャンパス当日にそういう業務を担当する教員には配られるものなんですね。 でところが、えっ、ー、と、6月のね、4日、違うな、3日の金曜日かなんかに、この、まあ、なんか、所長席でガー仕事してましたと。そしたら、その入試科の〇〇くんが、うわーやってきて、先生、こんなもん用意したんで、お願いしますとか言って持ってきたのは名札だったんですよ。<laughs> つまり、<laughs> あの、<laughs> お前、オープンキャンパスどうせ来るんだろうみたいな感じで <laughs>、名札わざわざ用意してくれたんですよ。で、まあ、 標準的にはこれだわけですよね。こういう形。なんやけども、まあの、その○○くんが他に2枚持ってきて、それが。いやいやなんでやねんと。なんでやねんと。まあ僕自身は。 クレアスとかね、まあ、あの在学生の皆さんにしかちょっとわからない言葉かもしれませんけども、その、まあ、自立学習支援スペースというクレアスというのが学内にありますと。クレアスという施設が学内にありますと。クレアスは2019年3月30日にオープンした場所なんですけれども、クレアスは、まあ、僕がかなり関わった場所でもあるんですよね。その設計であったりとか、ロゴのデザインであったりとか、まあ、関わったりしたし、今はそのクレアスを、 クなので、まあ、そのクレアスに受験生が来てくださったときに説明をするために僕行くんですよ。で、その説明する場に、その所管となっている部署の職員さんが出勤してくるんだけれども、キャンパスツアーのグループが3つとか4つとか回ってくるときもあるのよ。だから、1人でそのグループに対する説明する絶対できないのよ。なので、まあ、複数の人間がその場にいないと、 まあその受験生なさいのこの説明にクラスって何ですかって説明できないと思って僕は自発的に行くんですよ自発的にそのオープンキャンパスとかキャンパス見学会の時には行くようにしてるんですよだからもうそれをそのままるくんは見越してそういう名札を作ってきたんやけど <laughs> なんでやねんと <laughs> なんでこれやねんと <laughs> でこの間なんかその,あのキャンパス見学に来ていたある 学校の生徒にもらって、ああ、YouTube 来た、YouTuber 来たとか言ってたしね、<laughs> あの、あのちょっと今の説明不足だな、説明不足だな、まるくんが、えー、キャンパスツアーのようにして、ある学校の高校生の皆さん、4、5人かな、を連れていましたとで。そこにたまたま僕が通りかかったときに、その僕の方を見て、そのまるくんが、ああ、YouTuber 来たとか言って、完全にいじってきたんでね、別にいじられて嬉しいんですけども。っていうことがありましたということですね。 はいまあ、オープンキャンパスってそういうこともあるよっていう話だな。ほんじゃあまた